ちは。はい、この時間はですね、ルミネス2についての講義をやっていきます。皆さんね、いきなりあの ルミネスと言われてもね、何のことやらという感じだと思うんでね、まずはそこからやっていきましょう。ルミネスというのはね、ゲームです。これこれはね、まあ皆さんご存知だと思うんですけれども、2004年12月にプレイステーションポータブル用ソフトとして発売され、全世界で80万本以上のセールスを記録しているんですね。海外などでは様々な賞を受賞しているんです。 The best game for PSP Best handheld game Best PSP game。 はい、このようにね、世界中で非常に高い評価を得ているソフト、それがこのルミネスなんですね。で、今回のこのルミネス2というのはもちろんその続編にあたります。同じくプレイステーションポータブルで発売されるゲームソフトです。ルミネスとは、音楽とパズルゲームが融合した新しいスタイルのゲームです。美しい映像と高品質なサウンドの同期から生み出されるそのプレイ感覚は、かつてない高揚感をプレイヤーに与えてくれます。そしてルミネス2では、前作以上の高揚感があなたを待っています。自分の指先とゲーム中に流れる音楽がシンクロしたその瞬間、あなたの脳から不思議な汁が溢れ出るでしょう。さあ、その汁を出すために、まずはルールを理解しなければなりませんね。あのパズルゲームですから、何も難しいことはありません。落ちてくるブロックを操作して、同じ色や模様の四角形、正方形だったり長方形だったりですね、これを作ると。文章にするとものすごく伝わりづらいというのが今わかりましたね。ではこのビデオを見てみましょう。ルミネスのルールを理解するのに高い偏差値は必要ありません。例えばこちらの男性、小島はじめさんは、高校時代の偏差値が33というなかなかの強者。いや、一応やってんだよ、テトリスとかぷよぷよとか。ここに乗っけてこれが消えてとかいう意味はわかるけど、狙ってはできないよね、まず。そんな小島さんにルミネス2をプレイしてもらいました。これもう始まってるよね。これこう4つなんだ。これ消えないけど大丈夫かな。同じ、ああはいはいはい、消してた方がいいな。プレイ開始からたった10分でここまでの成長、ご覧の皆さんならば5分もかからないでしょう。ルミネスのルールを理解するのに高い偏差値は必要ないのです。はい、ご覧いただきましたように、大変ね、大変わかりやすいルールなんですね。四角いのがあれすればいいだけですからね。これを理解してゲームをすれば、
先ほども言ったような脳からなんかね不思議な汁が湧き出してきて、かつてない高揚感を味わうことができる。はい、これぞルミネスの基本概念と言えるでしょう。はい、さてこのルミネス2どんな要素で構成されているかっていうのを、挙げてみますと、1ゲームクリエイター水口哲也プロデュース最新作、2国内外の人気アーティストのヒットソングのミュージックリップが多数収録、3ステージ数が大幅ボリュームアップ、4ミュージッククリップなどの映像がステージの背景になる、5カスタマイズ機能など新モードを多数追加と、まあざっとこのような要素になるわけです。で、特にポイントとなるのは2番と4番、さまざまなミュージッククリップがゲームに収録されていると。そして重要なのはそれをただ見るだけではなく、その曲そのものがステージになっているというところですね。はい、まあどういうことか、こちらをご覧ください。はい、どうですかこれ、ね、流れてるでしょこれ今ね、はい、かっこいい、かっこいいですね。これなんだ、これなんだ、 Black Eyed Peas 聞こえたかな。はい、いきますよ。 Look 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 Black Eyed Peas。 ちょっとね今イギリス風に言ってみたんですよね。Black Black B B、 ここ気をつけてくださいね。 Black Eyed 目かな、 Peas。はい、かっこいい。これねすごいですよ、このバンドね、あの世界です、このバンドは世界です、世界です。あのグラミー賞です、グラミー賞ですからね。わかりますか、グラミー賞、あれですよ、あの 全米のファンが集う賞、グラミー。まあ今見てもらったようなミュージックリップが他にもたくさん収録されているんです。例えば Rise 日本人男性4人組のロックバンドです。今回はアウトキャストという楽曲が収録されています。写真を見る限り、4人ですね。デフテック、これね、これ知ってます、これ知ってますよ、持ってます。 CD 2人組でね、いいんだよ、歌詞がいいの。あ、さらにスターカジノ、これ聞いたことないでしょ。こっちの方が大沢慎一さんで、こっちの方が千葉雄介さんね。お二人とも第一線で活躍中のアーティストですよ。その二人が組んだスペシャルユニット、それがこのスターカジノです。で、そのユニットの曲が CD もまだリリースされていない、この曲がルミネス2に収録されているんです。イエス、他にもね、これだけのアーティストが、楽曲が収録されているんですね。そして皆さん注目ですよ、この元気ロケッツ、このアーティストは実はこのゲームのプロデューサーである水口哲也さんがプロデュースしているアーティストなんです。まあ、これはあのハイブリッドのユニットなんですけど、まあ誰がやってるかっていうのは多分はっきりしばらく明かさないと思いますね。まあ、いろんな人たちが関わってくれてるんですけど、まあ、そういう意味では逆に面白さはそこにもあるのかもしれないし、30年後の17歳がまあ地球の外で生まれたね、30年後の17歳が一体何を歌い続けるのか、彼女の視点から、まあ、毎日青い地球を見て、まだ地球に降り立ったことがない地球を夢見て、どういう歌を歌うのか、まあ、そのコンセプトのもとに多分いろんな才能が集まってくれて、多分いろんな歌を歌っていくことになるんじゃないかと思います。いいですね、元気ロケッツ、元気元気。はい、水口哲也さんのことはもちろん皆さんご存知だと思いますが、これまでもスペースチャンネル5やレズなど
音楽とビデオゲームの関係性を追求し続けているクリエイターです。もちろん多くの作品が世界中で評価されています。昨年10月には全米プロデューサー組合によって今世界で注目すべきデジタル系クリエイター50名に与えられる賞を受賞されています。その50名の中には Google の創設者や YouTube の創設者などがいると。その中の一人として表彰されているわけですね。いやー素晴らしい。エクセレント。はい、さてこのルミネス2、まあ実際にプレイをした際にどのような感覚を得るのか、体にはどのような影響があるのか、本当に脳からは汁が出るのか、そこら辺を勉強していきましょう。今回はファミ通ウェーブの学生に実際にプレイをしてもらい、その直後の様子を皆さんにご覧いただきたいと思います。どうぞ。ゲーム大好き。プレイして率直な感想いかがでしたか？いや気持ちいいですね。あとずっとできる感じ。うん、実際1の時もずっとやってたんで、だからトイレ行っててもこうやりながら、こんなにイヤホンでやるのが気持ちいいゲームっていうのはあんまりないなっていうのが正直の感想で、動かさんでええのにこう左右にこう振るブロックを、それがええんですよ。音がこう鳴るっていうところで気持ちよく、みたいな。うちの相方見てても分かるんですけど、こうやってやるんです、うちの相方は。知らんかったからね、このゲーム。うん、この前2やった時にうちの相方はこうやってやってた。多分これが基本姿勢やと思うよね。さて皆さんいかがですか？わかりましたか？ルミネス2が、学生さんも言っていたようにこのゲームを遊ぶととにかく気持ちよく慣れてしまうと。流れる音楽、そして映像、そこに自分自身の意識、ブロックを動かして落として消すという自分の意識が入り、全てがシンクロした瞬間に脳から汁が出るんです。要するに楽しくなるんです。その時に感じる感覚というのはおそらく他のゲームでは味わえない、ルミネス2ならではの感覚だと私は思います。Yes! Yes! Yes! はい、というわけで今日はルミネス2について講義をしてきたわけですが、まあやはりこのゲームはね、実際にやってみないとね、やればわかりますから、出るから汁が。いろいろな音楽も入ってますし、このルミネス2で初めて知るアーティストも多いと思いますよ。で、今度はその人の CD を買ってみるとか、ライブにも行ってみるとかね。このゲームが持つ可能性というのは実に幅広いのです。ただゲームをしておしまいというわけではなくて、ゲームをやった後にも世界が広がっていくという意識、そんな思想がこのルミネス2には込められている、そんな気が私はします。それでは。